義父は中国語漢末期の政治家。字は古景。出身は三国志武定期の中に引く、横によると予習敗国の人。ただし、同じく中に引く、家誠では遠州聖陰軍の人とする。最地に優れ、行でなお知られていた義風は、商用に推挙されて、曹操に仕え、西僧城に任命された。 管理としても、名声を得たため、多くの交換や名詞が、義風と交際したという。しかし、その一方で、少数ながら、義風の人物を批判する意見もあった。例えば、風達美は、義風が必ず謀反を起こすと予言し、龍も、怒涛を組むのに熱心で、内実が伴わない人間だと評している。また竜明は、義阜、毛達を一見するや、いずれも、 謀本を起こすに違いないと言った。結局その言葉通りとなった。219年夏5月、曹操は遠征していた、冠中から撤退し、長安に滞在しており、まだ今日に帰還していなかった。また同年の秋7月、慶州で劉備軍の官務が、曹人の守る繁盛を包囲し、さらに同8月には、援軍の鵜金が破られ、降伏するという事件が起こっていた。 同9月、義風は、行の守りが手薄であることに乗じ、長楽栄意である陳らと共にクーデターを起こそうと、企てたが、陳が早期に密告したために露見し、捕らえられ中殺された。この反乱未遂事件では、数十名が、共謀罪で処刑されたが、その中には、多くの名門、高官の子息がいた。そうただしの子、王さんの西、劉の弟、劉意、蝶瑠の子、 超泉などがおり、皆中殺された。また、処刑はされなかったものの、連座して、処分を受けた者もいた。以前、寄付を推挙した商用は責任を問われて、免職になり、用心は、反乱を事前に察知できなかった責任を取り、辞任を申し出ている。なお、龍が、弟のために連座するところであったが、曹操から特別に許され、 木政文喜美の子である文金も疑いをかけられたが、父の功績により中殺を免れた。なお、小説三国志演義には登場しない。ありがとうございます。